はい、こんにちは。雪だるま作ろうライムです。ということで、今回はキングダムハーツ3アナが、実装されたので、こちらの性能解説していきたいと思います。ね、これね、お知らせに載ってないんですよ、こいつの性能、何気に。だからみんなね、忘れがちだと思う。これログインした時にみんなもらってると思うんだけど、はい。僕もね、まあ忘れていたわけじゃないんだけどね。まあちょっと昨日、本来ならば昨日アップしたかったんだけど、ちょっとね、メンバーシップ動画の方でちょっと、まあ取り込んでいたっていうか、動画のミスでアップし直しっていう事態が起こってしまったので、はい。ということで、まあアナの解説行くんですけど、まあ、もう皆さんね、これ全員、ログインした方全員もらってるはずなので、これはもう、あれですよ。完全無課金メダルですね、いわば。いわばっていうか、うん、完全無課金メダルなので、今後、まあ無課金の人がどれくらい使えるかっていうところと、あとまあ単純に、その、なんだろうな、無課金で使えるメダルっていうのはまあ嬉しいよね。このゲームなかなかね、まあ昔は結構無課金メダルでも戦えたりとか、結構ガチめの難易度にも行けたりしたんだけど、最近ね、まあ無課金メダルの配布自体がそもそもなかったりっていうのもあるし、まあなかなか厳しい、耐久とかするにもなかなか厳しい環境になってしまったので、なかなかね、完全無課金デッキとかできなかったんだけど、こういう穴とかね、定期的に配ってくれれば、無課金で挑む動画とかね、作れるんだけどね、はい。まあ、ちょっと余談っちゃ余談なんだけど。はい。ということで、このアナなんですけど、これ実際無課金メダルですけど、どれくらい強いのかっていう話ですよね。うん。で、これお知らせに載ってないんですけど、一応これ概要はもう、未来の僕がね、画面に出してくれることでしょう。これ流れる文字で見るのめんどくさいんで、文字をもうこの画面に出しますけど、うん、まあ、こんな感じの性能になってるわけですよ。はい、まあ無課金らしいといえば無課金らしい。やっぱり配布メダルなんでね、超火力とかっていうわけではないんだけど、まあ無課金性能にしてはかなり、もらってる方なんじゃないかなって思う。結構いいステータスなんじゃないかなっていうのがありますね。というのもやっぱり普通に攻撃クラスバフがついてるっていう点で、例えば過去のね、ギルト8とかよりはもう明らかに強いし、で、これが、なんとね、ギルト10なんですよ。意外。もうこれから出してくるメダル全部ギルト10なのかわかんないけど、まさかのギルト10。これちょっと意外だった。まあそのままサブスロに入れても強いし、まあ、かといってね、別にギルト10だからといって、なんだろう、火力が出るっていうわけじゃないんだよね。結局大事なのって攻撃力とアビバイ率なんだよね。ギルト10だろうが、アビバイ率が低かったら大した火力出ないし、ギルト10だろうが攻撃力が、ね、低かったらダメージそもそも入らないしみたいな状況になるので、まあ総合的に判断ですよ、結局。なのでまあギルト10とは言ってやっぱりアビバイ率とかね、攻撃力で調整してきてる感じ、配布メダル想定というか、うん、相応のまあ性能にはなっていると。まず攻撃力がね、読んでいくと3万で、アビ内容が、全体で2ターンの間スピード属性メダルの攻撃力がプラス500、光防御デバフ、攻撃デバフ、スピード属性デバフ7段階、あ、ごめん、バフだった。バフ、7段階アップ。で、防御デバフ、スピード属性防御デバフ7段階ダウン。で、ギルト 200%。4連撃で、倍率が 66.3 っていう感じかな。まあ、なので、まあ結構もらってる方ではあるんだよね。ただ、これ、アナをね、ギルド10で見ちゃうと弱いんですよ、これ。今のギルド10の水準がもう攻撃力4万とかいってて、で、アビバイ率ももう80倍超えてるんでね。ギルド10と見た場合は、まあ、アナめちゃくちゃ弱いけど、ギルド9で見るとどうかっていう感じ。ギルド9で見るとどうなのと。で、一応並べてみた。ギルト9と、左のね、デッキ入ってるのが、まあ、主なギルト9のスピード属性のメダル。で、右が、ギルト10のメダルになってきますけど、まあ、こんな感じ、まあ、僕があそこまで持ってるやつだけどね。持ってるやつでこんな感じになってくると。はい。で、まあ、見ていくとね、未だにまだ環境、現環境で使われてるっていうと、まあ、みんな大好き、アルティメットホームで、ね。この、アルティメットホームの攻撃力が3万。
で、最大倍率が、56.32 倍だったかな。56.36 だから、まあその辺では56倍と考えてください。まあ、アルティメットホームが56倍なんで、そう考えると、アナの方が単純な火力としては出るんだよね。アナが66倍あるんで、火力。なんで、アビバレスとしては10倍ぐらいの差があって、まあ単純な火力としては、まあアナの方が出るんだけど、アルティメットホームに関しては、まあ、アップライトメダルの攻撃プラスバフが1500ついてて、で、かつ全属性有利なんだよね。全属性に対して弱点が取れるっていうところで、まあ、アナが有利なのは、パワー、ごめん。マジック属性か。マジック属性に相手にした場合、まあ、アルティメットホームより強いけど、それ以外、例えばパワー属性だったり、スピード属性相手にした場合だとね、アルティメットホームの方が火力が出ると。いうような状況ですね。実質アビバ率2倍になるからね、弱点だと。はい。ってことを考えると、まあアルティメットホームと同様ぐらいかなっていう認識でいいんじゃないかな。うん。なので、まあその他のメダル、例えばこの空、ブリッツホームとかねと比べちゃうと、うん、全然強いんだよね。ブリッツホームはもうさすがにもうこれあれだね、出た当時は、まあ、最強クラスのメダルだったんですけど、特にこの攻撃プラスバフがついてるわけでもないので、今の時代やっぱもう攻撃プラスバフゲーなとこあるし、うん、あブリッツホーム要するにこのアナをさ、何の付属効果もなくしたような感じの性能でしかないので、このブリッツホームとかよりは強いかなって思う。ただアナがカウントしないメダルなので、まあ例えばね、このソラリク、これも結構使ったね、長い枝。これもカウントプラス3だったりとか、うん、ついてるんで、まあ、アナとはまた使い道が違う気もしますけど、まあ、この辺のメダルよりは火力が出てくるよと。うん。って感じなので、ね、まあ、無課金でもだから全然使えるんじゃないかな、まだ。まだカロ、まあ、カロチテっつうか、コインプラスバフもついてるんで、で、これアナね、まあ、エルサに合わせてきてるっていうのもあるんですけど、2ターン持続の攻撃プラスバフなんで、まあ、今後、まあ、今回のエネクロなんかまさにそうなんだけど、カウントのない敵とか相手にする場合だと、このね、2ターン持続とか、まあ、継続ターンができる、攻撃プラスバフ付きのメダルは結構活躍できる機会あると思うので、うん、まあそういうところで使い道出てくるんじゃないかな。まあ実際このアナを使った攻略動画等もね、まあ今月の高難度はちょっとチャレンジしていきたいかなとか思ってるんで、まあ例えば試練の間だったり、それからなんだろうな、あれか、月末のペガサスカップかとかもアナを使った攻略動画もおそらく、今のところで出すつもりでいるので、はい、多分使えると思う、まだ、うん、全然いけると思うんで。ただスピード属性固定の、攻撃プラスバフなんで、その辺は注意が必要かとは思うんですけど。で、あとあれだね、アナの覚醒だよね。うん、これ、ね、今ショップで覚醒メダルが売られてるんですよ。これアナの覚醒って現状ね、このモーグルショップで1000ジュエルで買って10枚で覚醒するしかないっていうね。エルサより高いのは、まあ配布してんだから、配布してやってんだから覚醒ぐらい買えよっていう運営のね、運営方法がよくわかる、よくわかるモーグリショップになってるけど、はい、これだよね、買った方がいいのかどうかってことなんだけど、まあ、結局先ほどまあ説明した通りですね、もうギルト9程度の力なので、正直今出てるギルト10のメダルと比べるとめちゃめちゃ弱いので、本当にメダルがない方、スピード属性のメダル本当ないんだよねみたいな、いつもきつい思いしてるんですよって人は買った方がいい。全然買ってもいいと思う。ただ、まあ1000ジュエルだからな、1000ジュエルだしねっていう感じがするんで、うん、まあどうだろう、1000ジュエルで理想覚醒つくとも思えないので、結果多分まあ結構運がいい人でも2000ジュエル分ぐらいはおそらく20枚は買うと思うので、その辺だよね。今年末年始も控えてるんで、もう強いメダル絶対出るよっていう、出ることしか考えられないので、
そのためにまあ温存してもいいし、わざわざね、あの配布メダルギルト9レベルの、ためにジュエル砕く必要もないかなっていう感じもしますので、まあ皆さんの手持ちとあと価値観にも寄ってくるんでしょうけど、まあ今現状でね、本当にマジでスピード属性ないと、もうマジで困ってるっていう人は買ってもいい。それ以外の人だったらまあ、あのまあスルーまあ普通にスルー、僕みたいなね、あの攻略動画撮るような人はいないと思うので、僕はね、あの攻略動画撮る都合上ね、このエルさんの理想覚醒つけないといけないかなっていう使命感はあるんだけど、はい。あーでもよくよく考えると、これ期間があと12日しかないので、あれだな、ペガサスカップにはちょっとあれだけど、ペガサスカップ僕がやってる頃にはこの家もう販売終わっちゃってるけどね、うんって感じなので、まあ本当にもう本当に最近のなんだろう、4周年イベントから全然スピード属性のメダル1枚も引いてないみたいな、グーラもナンバー21も、チェーンオブメモリーズも全部スルーしてきたぞみたいな、鋼の謎の鋼の精神を持った人、スピードを毛嫌いしてる人それだったら、あの時代がまだアルティメットホームで止まってる人ね、だったらいいかもしんないけど、ていうかそれなら多分そういう人だったらアルティメットホームいっぱい持ってんのかな。この間もなんかあのブラックフライデーセールで復刻してたし、うん、まあ手持ちにもよるよねやっぱりって感じですので、スピード属性本当に薄い人は買ってもいいかなって感じですね、はい。ただ無課金でもらえること自体は純粋に嬉しいよねっていうところ、今後もね無課金配布でまあ言ってくれると、僕のね攻略動画の幅も広がるし、やっててやっぱ面白いんだよねやっぱり。まあ単純にその完全無課金メダルで挑むっていうのでやっぱ縛りプレイになるので、一種のうん、一種のっていうか、まあ、完全縛りなんだけど、で、やるっていう楽しさもあったりするし、まあ、撮ってる側もね、見てる側もまあ、まあ、編成難易度も低く、当然低くなるし、まあ、楽しい。お互い楽しいし、まあ、参考になるって方もいるでしょうし、って感じなので、結構ウィンウィンな感じになるので、無課金配布のメダルはまあ、僕としては結構嬉しいんだけどね、今後も継続していただきたいと思います。はい。といったところで、今回のここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。